ドーチェスターはイングランド南部ドーセット州の州都であるコメドゥルノバリア。ドーチェスターはフルーム川の河岸に位置し、古くから市場都市として栄えてきた。石器時代の舞台をローマ人が園芸劇場として利用してきたモームベリリングスのほか、考古学、歴史博物館がある。近郊にあるメイトゥン城のヒルフォートは、 古代の技術による砦としてはイングランドで最も優れている。17世紀、ドーチェスターはイギリス国教会から文型しアメリカへの移住を目指すピルグリムファーザーズの拠点となった。ドーチェスターの郊外省村アッパーボッカンプトンにあるトーマス・ハーディノの聖火ドーチェスターにはイギリスの有名小説家、詩人トーマス・ハーディが晩年を過ごしてた家がある。ダーバビル・ケノテス。 カスターブリッジの市長、気郷などが書かれた、ハーディの成果はドーチェスターの東北 5km の郊外に残っていて、現在はナショナルトラストが管理している。1885年にハーディはドーチェスター近辺に自宅マックスゲートを建てて、ようやく居が定まった。ドーセットカウンティミュージアムには、ドーセット州のジュラシックコースト骨格標本から、 郷土市文化まで網羅した展示の主役はやはりトーマス・ハーディの書斎や古写本が集められている。ドーチェスターから西へ3キロメートル行った郊外にニュータウンができている。チャールズ皇太子の指導の下でで21世紀に向けてできた新しい町パウンドベリー村である。村の住宅のデザインはドーセット州によく見られる。石灰石が趣のある田舎屋や ドーチェスターに残る18世紀の邸宅にヒントを得た。ありがとうございます。